私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。大野智の精神状態を心配、人間不信になりそう。抱擁キス写真流出で誰が裏切ったの。真剣交際していた女性との密着写真が流出した嵐の大野智に、ファンからは批判と同情の声がそれぞれ飛び交っている。5日発売の週刊文春、文藝春秋、で、シングルマザー女性、英子さんとの熱愛を称号された大野。同誌によれば大野と英子さんは2013年に知り合って交際に発展し、2017年から同じマンションに2部屋を借りて半同棲していたという。大野は英子さんとの交際中、元雑誌モデルの女性、B 子さんと浮気をしたが、英子さんにバレたために B 子さんとの関係を清算。英子さんとの交際は続いていたものの、2015年に今度は元女優との交際がフライデー、講談社、で報じられた。当時、大野が作品展で公開し、ファン向けのグッズのデザインとしても使われたパグの絵のモデルが元女優が買っているパグではないかという疑惑も浮上して批判が殺到。大野は熱愛報道翌日のコンサート前にもう二度と会うことはございませんと謝罪していた。これはジャニーズタレントとしては異例のことだったが、英子さんのための公開謝罪だったのかもしれない。二度にわたる浮気発覚を経ても英子さんと大野の交際は続き、結婚を意識するようになったという。2017年6月、大野が嵐メンバーに嵐を辞めて、自由な生活がしたいと告白したのは、結婚のためでもあったようだ。だが婚姻届も取り寄せ、芸能界を引退して移住する準備までしていたものの、大野は活動休止後も事務所に残ることに。二人には大野がアイドルであるうちは結婚できないという信念があったのか、2019年1月の活動休止発表前後に、英子さんが身を引く形で破局したという。文春には英子さんと大野が身で密着してキスしている写真や、英子さんの子供と3人で親子のように過ごしている写真も掲載されたが、すでにこの二人が破局して2年近く経った今になって、なぜこのようなラブラブ写真が流出したのだろうか。英子さんによるものなのか、あるいは一緒に旅行していたという英子さんの家族や友人たちの仕業なのかは不明だが、これらは2人とかなり近しい人物でなければ入手できない写真と情報だろう。大野ファンからは結婚のために嵐を終わらせようとしたなんて無責任、こんな写真を撮らせるとか脇が甘すぎるという批判があるものの、一方でシングルマザーと抱き合ううち、幸せそう、幸せになるんだったら結婚だってなんだってしてほしい、大ちゃん人間らしくていいねと、大野の一個人としての幸せを願うコメントがネット上には想定外に多く寄せられている印象だ。結果的に英子さんとは破局してしまったものの、大野が嵐を辞めたいとまで考えたからにはそれ相応の思いがあったのだろう。そのことを理解し、彼の幸せを心から願うファンは少なくない。また、大野と英子さんのキス写真など、明らかに関係者から流出したと思われるプライベート写真が掲載されていたことで、別れた挙句、写真まで売られてとことんかわいそう、誰が裏切ったの。と、大野へ同情する声も。しかも大野は過去にも交際が噂された女性とのツーショットが複数スクープされているため、人間不信になっちゃいそう、芸能界辞めたくなるのもわかるといった見方もあるが、大野の人間関係や人を見る目のなさへの苦言もある。ちなみに英子さんは大野との関係を口外しないという誓約書をジャニーズ事務所と交わしているそうだ。それでもこのように詳細な情報が漏れてしまうのだから、人の口にとは立てられない。何度か浮気があったとしても、大野にとって英子さんは生き方を変えようと決断するほど大切な人だったようだ。嵐の活動休止後、櫻井翔と相葉雅紀は嵐の冠番組を引き継ぎ、松本潤と二宮和也も芸能活動を継続するが、大野智は長期休養を取る予定となっている。この機会に大野が少しでも心身を休められることがファンの総意だろう。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。